ゲートに収まって12頭揃います。スタートしました。好スタートは7番ケンブリッジゴール。しかしダッシュがいいのは5番のシェナビグラス、抜け出していきました。シェナビグラス先頭、ケンブリッジゴール2番手、3番手に1番 RK1、 外から12番の伊達のトライアンフ前を追っていきます。5番手集団固まって6番のティンスワロ、内に4番ダイバリュージン、外からは10番のケイティシップ、その後ろに3番アンカーが続いて1コーナーのカーブです。7番キラパワー、9番キングイマデショーが続いて、あとは2頭離れました。後方11番ツイヒトフォンテンと8番西野クラレット、前は2コーナーのカーブです。先頭5番のシェナビグラス、1馬身半ぐらいのリード。2番手集団固まっていきます。7番ケンブリッジゴール、外に12番の伊達のトライアンク、さらには間から10番ケイティシップ、内に1番の RK1、 2番手集団4頭です。直後に接近4番のダイバリュージン、6番ティースワロ、手が動いて9番キングイマデショー、さらには3番のアンカーが続きます。後方2番のキラパワー、11番のスイフトフォンテン、しんがり8番の西野クラレットで変わりません。前は3コーナーのカーブ、一気に前に出ました。7番のケンブリッジゴール、先頭に変わって3コーナーのカーブ、シェナビグラスはずるずると交代。2番手に1番 RK1 上がって3、4コーナー中間、3番手は12番の伊達のトライアンク、ケイティシップもポジションを下げていきます。変わって上がってくるのが内を通る4番のダイバリュージン、外からは9番キングイマデショー、追い上げて4コーナーカーブから直線。先頭は7番のケンブリッジゴール、リードが広がった。3馬身、4馬身のリード。2番手1番の RK1、 内を通って4番のダイバリュージンが足を伸ばしてくれ。先頭は完全に7番のケンブリッジゴール、圧勝で今ゴリ。前々でレースを進めて圧勝です。突き抜けて快勝は7番のケンブリッジゴール、2番手1番の RK1、 4番ダイマリュウジンが直線内を通って3番手に押し上げました。